ちょっと困るなって本当は時々思ってましたか <laughs> なかなか答えぷらっポロが結構出てくるじゃないですか <laughs> お客様そのまま待っててくださいねはいもうちょっとよろしくお願いします今だからはちょっと振り返って気になることとかちょっと言っていただいていいですかそうですねなんか演出は 監督さんのお仕事なのに、プロデューサーである。さんまさんが横で、親とか、母とかいいいい、いっちょ、いっ、いっ、いっ、ちょかみっていうの。っていうの、す、して。ちょっと困るなって、本当は時々思ってましたか。え、あの。<laughs> <laughs> なかなか答えづらい。いや、とんでます。あの、むしろ、あの、想定内というか。<laughs> え、あの、僕は、あの、本当、これはもう、本当。 嘘偽りなくですね。どちらかと楽しんでやらせていただいたと。もっとやってくるみたいなね。今日はだからなんかちょっと妙に静かですものね。今日はね。今までのと違いますもんね。ちゃんとしたことは射する。あとあのトトロが結構出てくるじゃないですか。あれってなんかどこまでなんかあれ許可とか。なかなか安心しながら見てたんですけど。センシティブな問題がね。どうぞしこれはもうあの。はい。 今,今回だから言ってしまいますとですね許可というよりはまあノリで言ってる部分もありましてね <laughs> あのそれであの実はですね「佐間師匠」っていうのはですねそもそもパロディをずっとおやりになってたと思うんですよ。やる限りにはそれ以上上、うん、やる限りにはそれよりおもろいものっていうこと。 であの望まれたと思うので、そのまあ僕個人的にはその印を踏んで、はい、まああのトトロ的に回すわけじゃないんですが、はい、あの気持ちの上ではですね、<laughs> もうそれ以上のものにしたいっていうまああの前の例の。<laughs> はああそういうことだったんですね。そういうことです。すごいチャレンジャーなチームだと思いながら、ね。<笑><笑>まあ <laughs> 出遅感はあるのかもしれませんけど。<laughs> いやいやもうすごいいいこと聞いてくださいました。じゃあまだトトロの会社の方は見てないんですよねきっとね。ドキドキしますね。<laughs> どうしよう。<laughs> ね 今日は本当に私は久しぶりのイベントでしてこうやって映画館に来てくださる方とこう対峙しているというのが本当にずいぶん久しぶりだなと思ってもう勝手に感動しておりますあの漁港の肉子ちゃん私はあの自分が見させていただいてほとんどこう知らないシーンばかりで,ですごく新鮮に見たんですけど今日来られているお客様と同じようにあっ 同じかは分からないんですけど私はやっぱり母親のことを思い出しながら見てました、うん、やっぱ一人でこの地でこう生まれて育つということは不可能なのでこうやって育ててくれた人に感謝したいなというふうに思いましたね是非、えー、皆さんの感想もいろんなところで伺いたいなと思います、えー、今日は本当にお会いでできて嬉しかったですありがとうございました、あのー、本当に、あのー 楽しんでいたただけかかどうかが一番こう表情マスクもしてらっしゃるので分からないんですけどもあの見てくれたことに感謝しますで、ね、やっぱりこうこう優しくこうなんか他人同士でも優しさを持っていれば幸せな気持ちになれると信じさせてもらえる映画なのであのそんな人との触れ合いをこう大事にしたい いいなって思ったらよかったらお友達とかに勧めてください今日は来てくださって本当にありがとうございましたありがとうございます